からリリースされるロットで遊ぶためのアイテムとして僕はリリースしました。この特徴、まず、まあシルエットがね、独特、なんかずんぐりむくりでブサイクやなと思ってたんけど、そのイメージで僕も泳がしていきます。するとその短いからゆえにこの後ろのテールのパワーが手前へこうどう言ったらいいかな、伝わるのね。ボディ全体が振動する。でここにねヒレをつけた。これがまたね揺れた状態でこいつも一緒に揺れるからね、いろんな波動が出る。当然こちらのヒレもそうやし、でこのヒレがちょうどこの、トリプルフックをこういう風にセッティングした時に、まあ、上から見ると分かるんですけども、針がねちょうどここをカバーする、ある程度その立ち木だとかをこうかわす、そういうイメージでここにヒレをつけてくれと。なるほどなみたいな。だからもっと前にあったんですよね。僕はデザインでつけてて、横への波動と思ってつけてたんですけども、これを横へのガード、フックのガードにしてくれとフォークちゃんに言われて、なるほどと思ってやりました、はい。それと、まあ、最大の、まあ、特徴はラインスルーね、これね、はい。だから魚かかりました、バババババババってこの状態になります。そうするとこっちに針だけになる、魚にはね、いった針だけになる。そうするとバラしにくい。よっしゃ、取ったー。ガンゴジュナイ、奥村さんありがとう、釣れたよ。今までにね、ワームたくさん作ってきました。常吉ワームの4インチから始まって、まあ本当にいろんなね、アイテムのワームがあります。で、ワームの楽しさといいますか、僕がねワームをすごくよく使う理由というか、それは、まあ、糸を使ってね、ロッドを使って操り人形をする、それがね楽しくて仕方ないっていうことで、その場所その場所のシチュエーションに合ったワームですね、虫ですね、虫であったり、魚であったり、まあ、ザリガニであったり、そういったものをこうモチーフにこうイメージしながら作っていくので、まあ、たくさんあります。でとにかく、まあ、よく釣れる。で、今回はね、その、まあ、たくさんあるワームをですね、まあ、皆さんに理解してもらおうということで、まずね、リグの説明をね、もう一度、おさらいしたいなと思います。ウルトラライトテキサス、僕が UL テックスと呼んでるやつなんですけれども、これは小さな進化を揺すって、その波動で魚にアピールをします。で食いしぶりの時なんかはね、移動させずにするのが肝で、このメソッドで欠かせないのが SS 進化です。今やってるのがね、まあライトテキサス、ウルトラライトテキサス、水中でどういうイメージでやってるかというと、こんな感じ、重り振ってんのね。で重りタカタカタカって振って、これ今地面なんで動いてないですけど、水中はこれちょっとこうなってますよね。ほんでタカ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 タってやって、ほんでこいつもこうちょっとだけ揺れてるか揺れてないかぐらいです。で揺れてなくてもいいですよ、こづいてここになんかあるよみたいな。この重りの、まあ、特徴なんですけども、これはもう完全製品版でタングステンでできてます。でまあ、比重が、大きいんで、鉛よりもこの小突くアクションの時にね、これは空中やからこないして細かく動いてますけど、キャストしてラインが4メーターも5メーターも沈んでる場合は、上げる時は同じアクションで上がるんですけど、下げる時にどうしても遅くなる。だからそれをなるべく早く小突くようにするためには比重が大きい方がすごいんですよね。だからこれを使って小突きます。でこの、
進化の形ね。まあひょうたんみたいな、ひょうたんの先っちょみたいな形してますけど、でこれでね何がいいかというと、いろんなところをこうかわします。これは何回も説明したかもしれないですけど、こういうふうにね、この形状があるから、重りの、後ろの部分、一番最後の最終のここの部分ね、ここを上げずに越えるんですよ。本当は軽い重りは丸が一番いいんですよね。丸で、丸の部分だと糸がこう入ってたらここに引っかかるから、引っかかる部分をここからこういうふうにしちゃったのね。こうやってこうなりました。でここが、ここからワームが始まるとこの間があるんで、根がかりしやすい。でこれもっともっと小さくすると軽くなっちゃう。だからなるべく重さはそのままに、ワームとのマッチングをするためにここをこう切った。これがスーパーすり抜け進化。これです。よし。行くよ。よっしゃー、よっしゃ。キャロライナリグ、こちらもね、重りを使って魚をおびき寄せるという考え方で使います。後から来るワームをね、よく見せて食わせるっていう感じですかね。このリグの特徴はシンカーによってリーダーがたるむので、その時にラインの存在感を小さくできるのが特徴です。来ましたね。ヘビーキャロライナリグ、ヘビーキャロですね。遠投するためにヘビー進化を使います。で自分は三つ股の方式を取ってるんですけれども、これがね非常に合理的で、まず第一にすごく飛距離がね出しやすい。それともう一つの、この三つ股ヘビーキャロの利点ね、これ水中と思ってください。水中ね。でこれボトム、まあ、この状態になってますね。こうやって釣りします。ここにワームがありますよね。で引きずった状態でこうやって動いてきます。この時にバスがこれを食います。食ってどっちに動いてもこの三つ股の状態だから、ここの部分ね、重りの部分のリーダーがありますよね。ここの部分の、半径分、こうですね、こんだけ、これが30センチあったとしたら60センチのこの円の半円内で この状態ね、この状態の方向に自由にこの、三つ股の部分が動くわけですよ。ということはどっちに引っ張っても重りを動かさずに当たりが伝わります。わかりますよね。これどっちにこの状態引っ張られてもコツンってきたらロッドに伝わるのはワームの動きだけがロッドティップに伝わります。ということは重りを返してないので、バスの方も重りの重さは感じずに、加えることができる。で人間側、釣り人側は、重りを返さずに
バスがワームに触ったその感覚を伝えることができるんで、感じることができるので、すごく繊細な当たりが分かりやすい。これがもう特徴です。で、当然着水から着底した瞬間に重りがつきます。重りがついたらリーダープラス重りの方のリーダーの長さ、これであるとだいたい1メーター超えてますよね。これね、ここからゆっくり落下していく、このスロースピードで落下していく距離が稼げる。こうやってね、これがこの仕掛けの特徴、最強です。よしよしよし。よし。よし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 。よしよし。よっしゃ、取ったー。ほら、やったぜー。スネキチリグ、時間を経てね、なぜかダウンショットと呼ばれるようになりましたね。このリグは、まずワームに対してダイレクトにアクションさせることができるのが特徴。そしてあとはシンカーにね、引き戻されるキックバックアクション、それがね、他のリグにはできないという、それができるのがこのリグの特徴です。だから同じ場所でこう、まあ、釣って当たり前というか、ええ感じでしょ。ほら、行った行ったで、飛んで取ったー、っしゃー、これ行ったな。ジグヘッドリグ、まあ、僕の一番好きなリグなんですけれども、ワームとシンカーがね、一体化されているので違和感がなくなる。で、まあ、スイミングにもね、対応します。無駄な音がしないので、ナーバスになった魚に効果的にアプローチできるっていうのが特徴ですね。で、自分は 1g のジグヘッドを使ってすごくスローに使うことが多い。で、まあ、これがね、ふわ釣りっていうんですけれども、まあ川でも、まあ、いろんなところで冬場杭が渋った時に使うことが、まあ、僕のスタイルになってますね。で、それを、まあ、琵琶湖ではね、大きめのワームに対してその 1g のジグヘッド、それを使って、ふわ釣りをします。で、それで特に大型を、まあ、狙い撃ちするといいますか、まあ、ハマーでね、立ち込んで、魚が刺してきたのを、まあ、感じながらそこにピンスポットで狙う、まあ、これはすごく面白いゲームなんですけれども、で、寒い、ね、冬にデカリが釣る、すごく魅力的な。よいしょ。こしあるある。楽勝ある俺。イエス。これはね、スピナーベイトトレーラーのジグヘッドリグを使ってる時に偶然見つけたテクニックなんですけれども、浮き込みの下で、ワームを揺すってます。で、そうすることによって。ラインが全く魚に見えていないということで、魚がね、全く違和感なく食ってきたという、そういった、シチュエーションでした。だから水中でも横にこう傾いてたら食わない。それがね、こうひとたび立つとまっすぐ、この言ったら魚の状態ね、生きた魚の状態になると口使ってんのがあるんですよ。偶然かな思ったらやっぱ違うね。この状態じゃ釣れへんってこと。で、これがこの下に入って、この下に入って、これ引っかかった状態で、今ほら、まっすぐ立ってるでしょ。この状態、まっすぐこの状態で待機してると、魚と同じ向きになってると、パクって食うような。ネコリグ、自分がね、世に公開してから、もう20年近くなるんですけれども、まあ今でも欠かせないリグです。で、水中でね、立たせながら移動距離を少ない状態でシェイクできる、そしてね、ワームの側面で水を押すために小さなロッドワークで
大きな波動を起こすことができるのが特徴。とにかくよく釣れます。まず最初ね、こちら、まあ、この2つなんですけども、スティックシャット、スティックシャットの4インチというのがあるんですけれども、それの3インチバージョンと、こちらはですね4インチなんですけれどもスリム、これをね今プロトモデルでここまでは、完成してます。まだちょっとね気に入らないところがあるので、煮詰めてる段階なんですけれども、まず一つは4インチのね、絶対的超過を、まあ、もたらすこの何かね、この何かがあるので、この形を、まず小さくして、小さくなった分よく動くように、いろんなところを工夫して、作っていってるのがこの3インチです、はい。でさらにね、まあ細かいシェイクだとか、まあわずかなロッドのね動きに対応しやすいようにということで、若干扁平にしながら細く作ったモデルも、同時に、プロトとして今作ってます。手長エビ、この手長エビなんですけれども、手長エビのワームね、名前が底をずるずる引っ張る手長エビという名前になりました。まあ底をねずるずる引っ張ってもらったら、このね、細かいこの足、長い足短い足が互い違いに、まあ、ついてるんですけども、これがね微妙に動きます、はい。それと、まあ、シルエットをね手長エビにしながら、これまあプロトモデルなのでまだね、ディティールが完全に出来上がってませんけれども、これが、本当の型で作ると、ボディのね裏側にリブが入ってますんで泡を噛みます。さらに、ボリュームはあるんだけれども柔らかい、そういった特徴が、生まれます。で、微妙な水流で動くこの長い手とそれから触覚、これらを、まあ、合わせ持った、これが手長エビのワームですね。そこをずるずる引っ張る手長エビ。AD ネコリグワーム、ネコリグワームです。でもともとねこれが、今まであったネコリグワームなんですけれども、まあ、ボリュームを見てもらったら分かります。長さほぼ一緒で太い、まあでかい魚がね、この開発当時、ネコリグワームを開発した当時よりもまあ多くなっているので、そのサイズに合わせたっていうのが一つで、それとね、リブをね深く、まあ、切り刻みました。これねこれもプロトなのでリブがきっちりまだ出来上がってません。もっと細かく、深く入ります、はい。これによって水を噛む、だからリブのワームってよく釣れるんですよね。例えば半々トレーラーがもういい例です。それからジグトレーラーですね、ジグトレーラーのテールカットだとかほっといても釣れるんですよね。それはこのリブの特徴、水をストレートなのに噛んで動かしてる、まあ、生物感があるんでしょうね、バスから見たら。それで釣れるので、その深リブを採用した新しい、AD ネコリグワームは断面図を三角にした。 ここでねパッと切るとします。そうすると断面図がこういう三角、おにぎり型になってます。で針の刺す部分は三角にするとまた難しくなったりするので、ほぼ深淵、そこから、よく動くテールの部分を三角にしていった。で横から見たらストレート。でこれなんでこんなことしたかというと、ネコリグっていうのはね、この頭の部分に、まあ、インサートシンカー、まあ、これはネコリグシンカーなんですけれども、これを入れて使います。こうやってね、はい、こうやって使います。で、このボディ、まあ真ん中からちょっと前ぐらいかな、この辺りに針を刺して、ね、このように使う。でちょん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 とします。その時にね必ずロールします、はい。例えばこの
ネコリグワームを常吉リグに使っても一緒、ロールするんですよ、こうやって、はい、ロールした時にこの断面が三角だと回ってるわけやから、わかりますかね、回るよりも周りの水を噛んでますよね、こうやって、はい、これを期待して、三角の断面図にした、これが、まあ、このエディネコリグワームの特徴です。これらのアイテムが2012年新しくラインナップされます。はい、アマミの109の海バージョンね、ソルトウォーターバージョンをリリースしました。でこちらなんですけれども、基本は、まあ、バス用の、109と一緒です。まずはボートシーバスから、数が釣れる、まあ、ボートシーバスのゲームなんですけれども、その数釣ってるっていう中で、まあ、答えというのが割と的確に分かる場合があります。これは魚がボートシーバスのポジションですよね、魚がストラクチャーについてて、ベイトフィッシュであるイワシなどを待ち構えている状態ですね。効率よく釣るときにきっちりボブンロールするルアーがよく釣れると。それを突き詰めていったのが、この浜見野の109です。意識したのは飛距離、それと巻いた時の釣れそうな巻き心地、そちらに特化して作ったものです。ハマシャット LRT ですね、これの US 海が好きバージョンです。これはスローに沈んでいきます。まあボートシーバスだとかでね、レンジをキープしやすいこのリップ、使い方はね、まあ、ただ巻きが基本、そして、魚が深い時、そんな場合はね、一旦ね 1m ぐらいまで沈めてハードジャークで魚を浮かしてくる。じゃあじゃあちょっとね、ハードジャークしながら魚をどん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 浮かしていきます。で何度もキャストして、スイッチを入れて口を使う、そういった釣りをするときにこのタイトなね、ボブリングが効きます。これがハマシャット LRT。こちらがハマシャット LRT のショートリップ。これはロングリップのオリジナルと比べて、まあ、リップが短いということで、動きがね柔らかいんですよね、こちらの方が効く場合があります。両方ともキャストして魚の、まあ、好みをですね確かめながら釣っていく、これが、まあ、ボートシーバスの面白いところですね。おもろすぎよいしょ。もっとレンジが深い時、なかなかね水面まで出てこないんだけれども魚はいてるなと、そういった時に使うのがこのメタルジグですね、これはイージーメタル、キャストして、フォールしていきます。このフォールの姿勢にこだわっているので、投げてフリーフォールしているだけで魚が、ジグを食うモードに入っていればすぐ釣れます。これが特徴、水中で尻尾を振りながら上がってきます。このジグをね横に向ける、横に向けた時に魚が口を使う、これをちょっと意識してね、水中でアクションすると、いいと思います。ドロップショット、
これはですね、ダーティングベイト、フォールさせます。で、フォールさせて、水中で、激しくしゃぐ。そうすると、水中でね、幅広いダートを可能にします。だいたいね、1メートルを越します。このようにね、右へ左へ、ダートします。これがこのルアーの特徴。こういうルアーのみ反応するときがあるので、ローテーションの中に一つ入れておくと、この魚が釣れるというときに、重宝します。これがドロップショットです、バースだとかにタイトについているときそういったときにスイッチを入れながら、口を使わすのがこのドロップショットです。こう思い切ることない思いっきりこう水面に行こう。よっしゃ、来たよっしゃ、キャプテンありがとう。えいえい、あードロップショットを丸のみ。TT304 スピンです。円筒ができて、深場まで探れて、ただ巻きで釣れてくる、そういったルアーです。特徴的なのはタイトに回るこのブレードですね。これによってその巻き抵抗は少ないので、すごく気持ちよく釣りができる。で、最も速いテンポで広く探れるルアーの一つです。おっ、入れ食いですわ。ラプンテ、こちらはですね、シーマジカルというね、チャーター船の、キャプテンと、共同に開発した、メタルジグです。特徴的なのはフォールでの姿勢、それから巻いた時の引き重りのなさ、これが最大の特徴。各サイズあるんですけれども、どれもね、使ってもらったら分かるんですが、引き重りがなくて、すごく使いやすい。そしてフォールの姿勢は、浅いところで見てもらったら分かりますが、メタルジグというよりも本当に魚に見えます。はい、60g ラプンテ、水深 36m。結構変色してんねんな。ほんならこれはイワシ用ってくるとジグで連発するはずやないな。よっしゃ、スロージャークできましたね。ええ方です。はいよっしゃー、よっしゃ来た、よいしょ、はい取れました。これがラプンテ。僕ね、メバルがすっごい好きなんですよ。特に形ね。爪基地から、リリースされます。タイプはね、2タイプ、7フィート、7インチと7フィート、この2種類で、一応ね、おかっぱりからメインで、遠投かつ落とし込んでいくその距離ですね、それもキープするということで、7フィート7インチ、これがおかっぱり用で、もう片方7フィート、この短めのやつはね、ボートから、繊細な釣り、
若干長めなんですけども、結局ボートでメバルツリーをするときに、例えば他の複数の人間とね乗ったりするときに、トレースラインをある程度こう調整できるということで、7フィートというのを採用しました。あとね、この7フィートの方をですね、おかっぱりで使う場合に、例えばドロップショットフレックスだとか、メタルジグですね、そういったもの、ロッドでアクションをさせるものなんかは、こちらの短い方が使いやすい場合も多い。で、グリップの長さね、まあ、若干、7フィート7インチの方が長いんですけども、基本的にはショートグリップで、両方ともなんですけれども、ティップがソリッド、割とね張りのあるソリッドで、ベリーにかけてはその張りをそのままキープしつつ、でなおかつ、まあ、十分に食い込んでくれるような、まあ、繊細なティップとそれを、まあ、支える力をつけてあります。でトータルはね、メバルロッドにしては割とシャンとしてる。こんなちっちゃなメバル釣るときにね、すごい繊細なティップいるんですけども、ある程度15センチ超えたら結構ひったくるような当たりがあるんで、それに十分追従するティップで、それを手元に伝えるしっかりしたバット、ベリーがねある方が当たりとして分かりやすいんで、先調子のバランスを採用しました。これがめぐみ70とめぐみ77です。はい、ワームなんですけれども、オリジナルの2インチ、それから2インチカーリテール、それから2インチシャトテール、それに加えて2インチドリフトっていうのをリリースしました。で2インチで、最近思うのがバスカラーがよく釣れる。壁際に投げて7ぐらいまで落としてちょっと効いたんでね、あんまり そこまで落とさんと。でそのフォールで当たりあるかどうか見ながら、そこから斜めに上げてってる感じ。当たった。よっしゃ、水面でした。よっしゃ、これで OK。 はい、こちらがドリフト、こちらがノーマルストレート。両方ともねストレートのワームなんですけども、同じジグヘッドの重さで、沈下速度が異なってきます。ということはそんだけ水を引っかいて沈んでいこうとしてますね。はい、これが、ドリフトの特徴。よっしゃ、来た。何が来たんかな。おお、ガシラゲット。えい、よいしょ、両系じゃ。はい、メタルジグイージーメバルのワイドとスリム。これね、メバル釣り、その繊細なメバル釣りをもっとイージーに早く、楽しむために作ったのがこのメタルジグなんですよね。10メーターを演出する感じね、タンタンタンって上げて、ずーっと下げて、タンタンタン、ずーっと下げて。よっしゃ、来た。ハマりましたね。キャプテン、ハマったよ。スパーッと食ってますわ。これね、このワイドの方のイージーメバルは基本的にこれどっちが頭でもいいんですよ。重たい方を、上にすると飛ぶ感じ、こうやってちょっとだけね。でそんな変わらへんよ。でこっちの重たい方を下にするとこうケツ振りする感じね、こうやって、そんな感じ。はい、
これ、はい、やっぱリアクションで映ったらあれやね、飲むね、カパッて吸い取るね、うん、ほら、はい、これワームなんやけど、普通に引っ張って釣るんじゃなくてダート刺して、あのプラグのドロップショットと同じようにダート刺して釣ります。だからフォール刺してパンパンパンって跳ね刺してフォール、だからアクションはメタルジグと同じ。よっしゃ、うらこれ丸のみ、おー、ほら、ええメンバー来た。やっぱりこれやったら食うのか、ドロップショットフレックス。で、スリップミノーの47の、長いリップ、まあディープの形のリップがついてんねんけども、それは、タイトなウォブリングをさせるためのリップで、であとはおかっぱりでやるときにね、足場が高いところでレンジをキープしやすいため、だから潜らすという意識はない。リップに水が当たるのをあのロッドで調整しながらね、レンジをキープします。よっしゃ、来た、ヤドナギできたね、よいしょ、はい、釣りました。これ横にかかってるよ、またひったくってたね。この47のドリフトはあの頭下がりに設定されてるのね。で、ある程度の水深までは頭は下げて下げて下げていくねんけど、どうしても深くなるとこうなります。で、そこでふっと上げてあって糸をたるましたら一瞬だけは下がると思うのね。で、基本的に水中で漂わすだけ、頭が上がってても下がっててもとりあえず漂ってフラフラしてたら、まあメバルの視界に入れば、食いたければ食ってくれます。よっしゃ、もうドリフトやったら食うねんな、ゆっくりゆっくり落としちゃったら食いましたね。よしよし、はい、よいしょ、はい、釣れました。メバル用の鉄板ね。この TT304 の特徴なんやけど、ポールの姿勢がすごく綺麗にね、スーッとっていく。ほんであのリフトした時にバイブレーションする。だからメタルジグだとかあのダーティングベイトのようにターンターンターンとこう飛んだりしない。その代わりにブルブルブルって言って魚を寄せて、そこでフォールさせて食うような、そんなイメージ。でずーっとフォールさせた時は食わへんねんけど、いっぺんこうブルってさせてからこうやってね、リフトしてから、おっしゃ、ええ感じですね。クマを与えた瞬間にフォールというかね、もうほぼ止まってると思うんやけど、よいしょ、鉄板釣れたわ。あ、鉄板スピンね、4.5g、 4.5g で 4.5g のジグヘッドよりも、スローに沈むのね。要はこのブレードがブレーキをかけながら一定のスピードで落ちていく。だから魚にしたらすごくそのじらされる感覚があると思うのね。で、まあブレードのこの回転、この回転で、まあ、魚が噛みたくなると。よし、乗った、うっ、よいしょ、よいしょ、一匹目、こんな大きないけど釣れました、はい、
いつ見てもかっこいいねこいつは。はい、チヌでした。トゥネキチコーポレーション。あとね、同時にリリースされるのがこの常吉の恵みの玉編み。これね、パッケージングには書いてたと思うんですけれども、バッカンに入る常吉の恵みの玉編みなんですね。いわゆる、釣り用のバッカンにですね、きっちり収まるためのすごくコンパクトに設計された、玉編みです。これね、3分割になってこの状態、このまま、バッカンに入ってしまいます。この玉編みの特徴なんですけれども、非常に軽い、すごく軽いんですよね。で、この短さにこだわってる部分っていうのは、腰にかけてどこでも、携帯できる、ベルトのね、紐のところにこう引っ掛けた状態、この状態で、この状態で、携帯できます。はい。で、釣りしてて魚がかかったら、この部分ね、ワンタッチで外れるんで、この状態になります。はい。で、この時にね、やっぱり重たかったらね、すごくそのストレスを感じるので、軽さにこだわった。はい。これがこの玉編みの特徴で、しまい寸法が27センチで、伸ばした長さが2メーター。だからちょっとしたね、足場の高いところで、細いラインをね、使ってる時なんかに、魚を取り込むことができる。でね、どうしてもその携帯性を意識して作ったので、これよりもね、もっと長い方が欲しいとかね、なってくるんですよ。どうしても玉編みは長ければ長いほどいいんですが、あくまでもね、その繊細な釣りをしてて、思わぬちょっとした大物をすくう時のために作ってるんで、本当にね、例えば足場の高いところだとかは、今までのね、従来僕が、使ってた岸組玉編み、ね、長い方を、携帯した方がいいと思います。ここはね、物的なこの気持ちよさというか、美しさにこだわって27センチの姉妹寸法と、2メーターの、延長した時の長さやね、その長さに仕上げてあります。コンパクトなミニチュアな玉編みということでリリースしました。これがこの玉編みです。はい。
トゥネキチコーポレーション。トゥネキチコーポレーション。